増ス田神社所蔵の、ナソリの部学面、1211年の作。越後一宮弥彦神社の妻戸大宮霊祭に、毎殿でそうされる、部学、大大神楽の、大ナソリいよいよ彦神社の、部学、大大神楽、小こなそりなそりは、雅楽の曲。別名総竜舞。ナソリと表記の場合もある。神楽、小曲。構成は、葉及び急の二部からなる。常に、 左方の乱、両方の番前右方に属する高来一越町の二人前だが、一人前の場合は曲名を、落村という。これは、一人前の場合、武人が舞台中央でうずくまる前広しがあるためである。ただし、なんとなく書では、一般とは逆に一人前の場合は曲名を、なそり、二人、前の場合は、落村と呼ぶ。二人、前の時は、金星色の、 一人前の時は、根性色の流刀を模した、牙のある、部学面をつけ、銀色の符を携える。黄色系統の色のシャチに、門の刺繍をした方を用い、その上にケーンの打ち掛けと呼ばれる袖のない、抜き頭衣を着装し、銀体を締める。その動きは活発で、走り物に属する。かつては、競馬世知へで常に舞われた。女性や少年少女が舞う場合もあり、 その場合は、武学面を付けずに、山吹の風し花を指した全天眼をつけ、歌舞伎舞踊と同様の舞台化粧をする場合がある。ありがとうございます。